はいどうもこんにちは、 J リーグニューカーサポーターの陽平です。皆様今 J2 が大変なことになっているのをご存知でしょうか。現在首位清水が2位長崎に勝ち点7差、3位仙台になんと勝ち点11差をつけてリーグを独走。しかもこれがまだ15節を終了した段階ということで、リーグ前半戦にしてとんでもない勝ち点差がついています。そして次節の第16節には4位横浜 FC VS 清水という昇格候補同士の大一番、これにもし清水が勝利してしまうようだと16節にして昇格が決定的になってしまう、そんなリーグ情勢になっていると思います。いやいや陽平さん、さすがにリーグは全部で38節、16節って半分も終わってないのにそこで昇格決定的って早すぎるんじゃないのと、まあそういった声もあるとは思いますが、この16節に清水が勝利すると誇張を抜きに昇格の一枠が決まってしまう、そう感じるだけの材料が揃っていると思います。清水の独走を止めるにはもう横浜 FC との試合しかありません。先にこの動画の結論、次節清水勝利でリーグ情勢が決定的なものになる理由を挙げておきます。強敵との対戦をホームで迎えられる残りの試合日程、ライバルクラブの失速、乾選手抜きでも独走する清水の強さ。はい、ということで清水サポのみならず J2 サポであれば知っておくべきリーグ情勢をお話しできればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは順番に見ていきましょう。まず16節にして清水が昇格決定的になってしまう理由の一つ目、強敵との対戦をホームで迎えられる残りの試合にて。はい、まず前提知識として、清水は秋葉監督就任以降ホーム愛さで絶対的な強さを誇っています。こちらはね、視聴者様からの情報になりますが、清水は秋葉監督になってからホームでは2敗しかしてないんですよね。昨シーズンも独走で昇格した町田をホームの愛さで大逆転の末勝利していますし、2位の岩谷も愛さで激闘の末勝利しています。このように清水はホームでめっぽう強い、データ的にも体感的にも示されていますよね。ちょっとここで皆さんに一度現在のリーグ順位を確認してもらいたいんですが、はい、これよく覚えておいてくださいね。必要であれば一時停止などして見てください。そしてこれが清水の後半戦の試合日程、19節以降のホームゲームの対戦相手なのですが、はい、なんと現在のリーグ上位勢、長崎や横浜 FC、 山口、岡山、いわきや昇格候補と言われる実力クラブ甲府、千葉、山形との対戦は、いや圧倒的な勝率を誇るホームで対戦できるんですよね。清水の残り対戦日程に関しては圧倒的なアドバンテージがあると言っていいと思います。清水はここまでのリーグ上位陣に対して比較的苦手とするアウェーゲームを戦ってこれだけの成績を出しているとも言えます。はい、もうお分かりになったかと思いますが、次節のアウェー横浜 FC 戦、もうここくらいしかアウェーの地での上位対決がない。まあ強いて言えば3位仙台とのアウェーゲームはあるにせよ、戦力的にも前評判的なものも考えると、このアウェー横浜 FC 戦しかもう清水を止められないのではないか、そう思えてきてしまいます。この上位陣とのホームゲームを多く残す清水にとってアドバンテージの大きい残りの対戦カード、これが次節で昇格が決定的になる最大の理由になると思います。そして16節にして清水が昇格決定的になってしまう理由の2つ目、ライバルクラブの失速。はい、ここに来て清水と昇格を争うライバルクラブが軒並み調子を落としているのも気がかりですね。まず清水と共に独走するかと思われた2位長崎、直近3試合は未勝利であり、マテウス選手が復帰した直近の15節も勝利することができませんでした。そして次節清水との大一番を迎える昇格本命候補の4位横浜 FC、 前々節は千葉に激闘の末敗れ、さらに直近の15節熊本戦も引き分けと今一つギアが上がってきません。そ
そして同じく小学本命候補の千葉も横浜 FC との激闘に勝利し、ここから一気に巻き返しになるかと思われましたが、直近の甲府戦終了間際に追いつかれてのドロー、順位もまだ9位と苦戦していますね。同じく昇格候補と目された山形も下位に低迷していますし、現在の上位陣、昇格候補と言われた前評判の高い実力クラブが軒並み調子を落としていることも清水にとっては追い風になりますね。そして16節にして清水が昇格決定的になってしまう理由の3つ目、乾選手抜きでも独走する清水の強さ。はい、清水自体の強さ、チームとしての好循環がそもそも素晴らしいんですよね。清水の強さに関してはこのチャンネルでは何度も取り上げていますので、もう聞きたくないという方もいらっしゃるかもしれませんね。ここではさらっと解説します。いや、まあだって清水が強くて勝ち続けているわけですから、特集しないわけにはいかないんですよね。このチャンネルはラゾーンのような公式チャンネルでもないですし、各クラブを平等に特集しなきゃいけないなんてことはもちろんないわけで、その時々の旬なクラブを毎回ピックアップして動画にしています。特に特定のクラブに肩入れしているわけでは決してありませんので、この場をお借りして釈明させていただきます。はい、ちょっと僕の愚痴っぽくなってしまいましたが、はい、動画の本題に戻ります。ここでは乾選手抜きでも勝ち続けていると銘打ちましたが、まあ、今季は得点パターンがすごく豊富ですよね。乾選手がいなくても北川選手が起点となったり、ボランチコンビの中村選手、宮本選手が攻撃を組み立てたり、サイドでは山原選手が攻撃参加したり、各ポジションの選手が躍動していますね。そして15節ではなんとセットプレーから3得点ということで、セットプレーからでも得点を奪えるようになったのがすごく脅威ですよね。流れの中で清水を止めるのも一苦労なのに、セットプレーからも得点できるようになったら、まあそりゃ強いですよね。住吉選手に直接合わせて得点もあれば、ニアで高橋選手がそらして、ファーで北川選手が決めたりと、セットプレーのレパートリーも豊富。秋葉監督もセットプレーに関してはかなりスタッフ、コーチ陣が頑張ってくれてるとお話ししていましたが、ここに来て実を結んできていますね。このようにそもそもの清水自体が非常に好調というのが、清水独走により拍車をかけています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ここまで考察したように、次節横浜 FC が清水を止めないと、まあ、誇張抜きに16節にして清水の昇格が決定的になる理由が少し分かっていただけたと思います。上位陣との対戦のほとんどを絶対的な強さを誇るホームで行える残り対戦カード、昇格のライバルクラブたちの失速、そして乾選手抜きでも独走してしまう清水自体のチームの好循環、これらの理由により16節という半分もリーグが終わってない段階でリーグの運命が決まってしまう可能性が出てきました。次節横浜 FC が勝利して J2 の秩序を保つのか、清水がアウェー三沢で勝利し J2 生態系を破壊し尽くすのか、次節はリーグの運命を左右する大一番になると思います。注目して見ていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。先日動画内にてチャンネル登録のお願いをさせてもらいまして、おかげさまで通常より多くの方に登録をしていただくことができました。僕のお願いに応えていただき本当にありがとうございます。おかげさまで動画投稿も頑張ることができました。ただ視聴者の中のチャンネル登録者の割合が 12.7% と改善の兆しが見えているものの、約9割の方がまだチャンネルを登録せず視聴していただいている状況です。今後とも J リーグを盛り上げていけるように頑張りますので、チャンネル登録、いいねボタンを何卒よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。